皆さんこんにちは。小児科学院で治療を教えてます増田です。今日は九州地方のそれぞれの都道府県について学んでいきましょう。沖縄県と長崎県からいきます。はい。でまず沖縄県、日本の最も南に位置する都道府県ですね。はい。で県庁所在地、これ那覇市です。はい。でこの那覇市だけは九州の都道府県としてすごく重要で、というのは、別の動画の方でも申し上げたんですが、基本的に、中学1年の時に県庁所在地と都道府県を覚えさせられると思うんですね。その時に例えば本州の都道府県とかはもう全然その県庁所在地の名前と都道府県の名前が違うんですけど、沖縄、すなわちその九州地方だけは沖縄以外は全て同じです。福岡は福岡、熊本は熊本、鹿児島は鹿児島みたいな。ただ沖縄だけは那覇なんで、ちょっと注意ですね。まあ、この那覇の覇の字、ちなみにこの覇の字は那覇の人から、現地の人から直接聞いたんですが、本当は広角らしいですね、上だけど、テストではこれでいいらしいです。はい。で、知事が玉城デニー知事ですね。でこの知事に関しては、例えばこれ沖縄の方が動画とか見てたら知事を出される可能性って全然あると思うんですよ。定期テストとかで全国の問題で出されるっていう可能性は低いと思うんですけど、はい、なので一応書いてます。はい。自治体のトップですね。はい。で旧国名が琉球、これは必ず出る。はい。昔琉球と呼ばれていたと。はい。琉球王国という国ずっとありました。で沖縄としてキーワード、まず大事なのがこの亜熱帯ということです。高温多湿の、というのは基本的に日本は温暖湿潤気候と、気候の方の動画をまた見ていただいたらいいんですが、温暖湿潤気候と、やってたと思うんですが、沖縄は亜熱帯、まあ熱帯まではいかないけどっていうことです。で北海道、これは冷帯、亜寒帯、残りは温帯、覚えていいです。なので亜熱帯。はい。平均気温が明らかに高いです。で沖縄のキーワード、実は覚えなきゃいけないキーワードいっぱいあります、沖縄は。で主なものをちょっと書きました。で、まあ、こういう単語があったらちょっと沖縄じゃないかなと思ってほしいと、まあ、キーワードとして覚えていってください。で、自然保護の観点から、マンゴローブリン、うん、守っていこうよと。でサンゴ礁も失われつつあると。はい。で、このヤンバルクイナとイリオモテヤマネコって書いてるんですけど、天然記念物ですね、国の。で西表山根床とかは沖縄本島、まあ、沖縄僕も好きでもう十何回行ってるんですけど、沖縄本島がまあ一番大きな島ですけど、その次に大きいのが、西表島ですよね。そこに生息するから西表山根床ということですね。天然記念物になっていると。はい。で、台風が多いというのもすごく重要なキーワードです。でまあ、水害とかも多い、でも逆に水不足になったりもあるんですけれども、ただ沖縄の人の話を伺うとそれが恵みになってるっていう話なんですよね。でもなかなかそこが難しいんですけど、台風が多いことによって、まあ、石垣を周りに巡らしたり、あるいは暴風林を作ったりというのが、まあ、間違いなく沖縄のキーワードになってくるということです。で、第二次世界大戦、日本の唯一の地上戦の地ですよね。これ僕もずっと取材続けさせてもらってるんですけれども、1945年4月1日の沖縄本島に上陸して、6月23日に組織的な戦闘が終わるまでですね、18万以上の方がですね、沖縄県民 4,5 人に1人が亡くなった、あの地上戦の後に、これはちょっと安全保障の単語だと施政化って言葉を使うんですが、日本の領土なんだけどアメリカが実質的に支配してるって時代がありました。占領地で、サンフランシスコ講和条約で日本に復帰果たしましたが、沖縄だけはそのままアメリカが統治していたんですよね。コントロールしていた、施政下にあった。でサンフランシスコ講和条約と同じくして日米安全保障条約、昨今よく話題になりますが、まあ、ありました。でアメリカがそこに基地を置くことになった、そのメインが沖縄だったってことなんで、この基地問題、まあ、普天間基地問題ですね。はい。今もなかなか解決が難しい問題になってますけども、米軍基地が多数存在しているということですね。まあ、16% から 17% ぐらいが米軍基地になってるのかな。はい。で1972年に、沖縄は日本復帰を果たしました。5月15日ですよね、はい、佐藤栄作内閣の時です。で、観光業が非常に沖縄ではメインになって
ていて、第三次産業が。で、昨今呼ばれている、はい、観光と、いわゆるその、職業、そしてエコを両立するエコツーリズムという単語も、すごく重要です。はい。そして、作物としてはもう絶対に、あったかいんで、サトウキビ、それからマンゴー。サトウキビ作ってるのも沖縄の一部と鹿児島なんで、鹿児島 2% ぐらいかな。ほぼほぼ沖縄です。はい。で、もう一つ、この動画で2020年に出させていただいてると思うんですけど、去年ですね、まあ皆さんご存知だと思います、首里城、焼けてしまいました。はい。なので今再建が行われているという状態です。で、世界遺産はもう中学入試でも高校入試でも大学入試でもめちゃめちゃ出るんで必ず覚えてください。琉球王国及び関連グスク群、グスクの関連遺跡群っていう登録規定なんですけど、まあその登録規定をそのまま書かせられることはないと思うので、まあ首里城とか、こういうのが世界遺産になってるよというのは覚えておいてください。はい。早くこれね、復活してほしいですね。はい、続いて長崎県です。はい、県庁所在地、はい、先ほど言いましたけども同じです。九州は那覇以外全部一緒。はい、で知事が中村、はい、乗り道じゃなくて法継ぐっていうふうになんか読むっていうふうに聞きましたけど、中村知事ですね。はい、で旧国名が、これはこの後もあの動画で出させてもらおうと思うんですけど、佐賀とセットで肥前と、はい、まあ江戸時代幕末に大活躍した薩長都比の一つの肥前ですね。はい、で、多くの島が存在してます。チリの九州地方全体の動画で九州の地図を書かせていただいたと思うんですけど、ちょっとスペースの関係で全部は書けなかったですね。で、対馬書きました。ただ壱岐と五島列島とか書いてなかったと思うんですけど、まあ漁業とかすごく有名なこういう島が多く存在しているということですね。なので海外線の長さが確か日本一じゃなかったでしたっけ。はい、ちょっと正確な数値覚えてないですけど、リアス式海岸、これも絶対キーワードになるんでぜひ覚えましょう。はい、で、長崎のキーワードもたくさんあります。はい、でいろんな出され方すると思うんで、まずはちょっと歴史的な話なんですけど、江戸時代鎖国やってましたね。1639年から、はい、で41年に、出島を、はい、平戸から長崎に移して鎖国完成っていう感じだったと思うんですけど、幕末例外的に外交の拠点になっていたのがこの長崎でした。はい、で主に中国、清とオランダでしたね。オランダ風説書き、はい、が長崎です。はい、で造船業がすごく有名です。はい、なので、陸自と海自が今でもいますね。陸上自衛隊と海上自衛隊、はい、佐世保とかすごく有名です。はい、佐世保バーガーで有名な。で、まあ、長崎といったらもう間違いなくこれが一番大きなキーワードになってくると思うんですけども、ちょっとですね、時刻まで書かせてもらったんですが、11時2分はテストには出ないかもしれないですけど、8月9日までは絶対覚えなきゃいけないです。1945年8月9日に、第二次世界大戦、ワールドワー2っていうのは第二次世界大戦のことです。はい、原子爆弾投下地です。まあ、8月6日、広島、9日、長崎ですね。で、ハウステンボスという観光名所あります。これはオランダをモチーフにしたもので、テストとかも出るんで、ぜひ覚えておいてください。まあ、チューリップ畑とかいっぱいありますよね。僕も小学校の時にこう行ったんですけど。はい、で、他にキーワードとして、産業で言うと、まあ、その漁業が一番メインなんですけど、まあ、ちゃんぽんとかカステラとかすごく有名です。なんで、カステラとかも沖縄、長崎のキーワードなんで、ぜひ覚えてください。でさらに大事なのが、やっぱりこれも世界遺産で、明治の、あ、すいません、これちょっと書いてないですね。はい。明治の産業革命遺産という、まあ、たくさんの都道府県とたくさんのものが、一つセットになって、世界遺産になったんですけど、長崎もいくつか入ってます。はい、でまず大事なのがこのいわゆる端島炭鉱ですね。はい、軍艦島、はい、軍艦島っていうのは通称です。はい、端島が正式名称。あとはグラバー亭ですね。旧グラバー亭、はい、これがこの登録規定に入ってると。世界遺産
それでは問題編の方に入っていきましょう。